兄貴がまた韓国出張に行ってきたようですそうですそうそうです、ね、実は <laughs> ああ行ってきた <laughs> できたんですよまたいやーまた行ってきたんだ羨ましい今回はプサンキョンジュ、うん、一番有名なのヘウンデじゃないですかはいヘウンデってヘウンデ海水浴場って、はい、ちょっとねこう見た目がハワイのワイキキビーチの反対側みたいなあーの <laughs> あーワイキキビーチこうじゃないですかはいはい 平穏でこうなんそ,うそ,うおそこであの、プサン国際映画祭とか毎年やってるから、うん、とにかくあの美味しい食べ物もたくさんあって、うん、それから風景もよくってえさらには、プサンにしかないプサングルメもあったり、うんへえー、かつですね、やっぱりあの福岡から近いということもあってとにかく日本から一番近い韓国だと思います。うん あ、九月から名古屋直行便が出る上がったら降りますから本当ですね本当に近いですこういう弾道でつく感じそうですよ2連休とかで行けますよね行ける行けるだってねよくあの僕福岡で仕事してた時に福岡の皆さんが例えば忘年会新年会プサンに焼肉を食べに行くって言ってましたよ あの船で行けるるし船船でででも行行けけんすますから福岡だったら高速船も行こうよ韓流クラスも行こうよ行こうよ韓流クラスも今回はですねクイズもたくさん出させていただくんですけれども番組をご覧の視聴者さんのためにもプレゼントをご用意しておりますのでだからたくさん正解するとたくさんお土産になりますしそうなんだ失敗するとあの視聴者さんの あのプレゼンの減る、二人は、あの何ももらえないんですけど。<laughs> えー、<laughs> あ、あ、わかりましたから。か頑張り次第で視聴者さんも喜んでいただけると。そんなコアニキの韓国リポ。放送は。はい。九月6日水曜日、深夜24時からの放送です。はい、はい。秋の韓国旅の参考にぜひ、はい。してみてください。お願いします。